はい、ということで今週も始まりましたハイチのダラダラジオ、今週のテーマは親孝行と子供孝行っていうね、まあ子孝行になってるかもしれないですけど、このテーマで喋っていこうかと思います。よかったらね最後までお付き合いください。今私の今喋ってる横にね、うちのアイスっていうハムスターが飼ってるんですけど、ゲージがあって、今撮ってるのがね、今ちょうど0時を回った時なんで、まあ夜型なんでね、めちゃめちゃ開けろ開けろって待ってくれ、撮ったら開けるから、はい。まあ、そんなね皆さんには見えてない状況の話で失礼しました。で今回はまあ親孝行と子孝行の話をするんですが、皆さん親孝行っていう言葉は多分ね聞いたことあるというか、意味をね分かる方も多いかと思うんですが、子供孝行っていう言葉を聞いた時に、あ、そんな言葉あるんだって思った方が多いんじゃないかな。調べたんですけどなかったですね。子孝行で、なんかそういった言葉を使ってブログとかなんかそういう記事を書いてる方いらっしゃったんですけど、で例えばなんか親孝行ってするべきみたいな感じ皆さんしません？聞いたことある方もねいるかもしれないんですが、まあ私も思ってますよ。自分まあ親のこと大好きなので親孝行していきたいなってすごく思っているし、でもじゃあなんで子供孝行ってないんだろうってすごく親になってから思ってるんです。私は、まあ、上の子が今9歳で下の子が6歳なんですけど、3年生と年長のね男の子がいるんですけど、子供孝行をやっぱしていきたいなってすごく思ってるんですよ、日頃からね。でそれは何でそう思うかっていうと、もちろん例えばご飯を作ったりとか、まあ、育てているというね、親と子供の関係って、まあ、育てているっていう風にはなるんだけど、でやっぱ子供からもらうものってめちゃくちゃ大きいんですよ、私にとってはすっごく大きいのね。だからやっぱりあいつらからいろんなものをもらってるし、活力ももらってるからさ、だからそのお礼というかやっぱ恩は返したいんだよね。なのでこう子供たちが何したら喜ぶかなっていう、それは多分美味しいものを買って帰るとかさ、ケーキじゃねえや、お菓子を買って帰るとかもう一個だろうし、好きなねおかず、ご飯のメニューをね考えておかず作るとかもそうだと思うのよ。だけどそれ以外の部分でできることっていっぱいあると思っているの。だから子供はやっぱちっちゃいうちは特にそうだよね。だから、まあ、最近ちょっとねこれは詳細は言えないんですけど、前にもボイシーでも少しね話触れたんですが、今回最近ちょっと子供孝行ができる機会があって、ちょっと他の方の協力を借りたんですけど、でもすごい喜んでくれてて、で子たちが、まあ、それをね人生の中で彼らにとってどういったこう位置づけというか、まあなるかわからないけど、でも少なくとも、彼らの人生にすごくプラスになったことだったと思う。まあ俺のね親のエゴとしてだけどそう思ってて、やっぱ、ちょっと子供孝行できたかなって思うんですよね。でなんでさこのうちのチャンネルって学生の方が多いから、これって話されてもさみんなはあはいみたいな感じになると思うのよ。でもなんで今回これを話してるかっていうと、なんかそういう考え方を持っててほしいなっていう、これ私のエゴいつかみんなも親になる子もいるわけじゃん、今聞いてくれてるみんなの中にね。でなんか親孝行とか子供孝行とか別にそんなこともいらないと思うんだけど、親であろうが子供であろうが、兄弟の兄であろうが弟ね、姉であろうが妹であろうが、どんな立場でもどんな人に対しても、なんか受け取るものがあってお礼をしたいな、感謝を伝えたいなって思う人がいるんだったら、立場とか年齢とか関係なしにそれを行動にしていったらいいと思うよっていう話がしたかったんですよね。で今回自分が子供孝行ね、うちの子にしたことは、まあ他の方の力を借りたりとか多少お金がかかることもあったんだけど、学生のうちはさやっぱりこう自分でお金を捻出するのは難しいじゃないですか。でも俺すごく身近にできることってやっぱり手紙だと思うんだよね。いやこれは俺がただの手紙好きだっていうのもあるんだろうけど、でも俺やっぱ手紙もらうのって本当に嬉しくて、塾講師の時にたくさん手紙もらったんだよね。でもっと遡ると一番手紙もらったのはやっぱ教育実習の時だったんですよ。教育実習私大学の時に3回行ってるんですけど、特に一番最後、
私東京学芸大学ってとこなんですが、付属の小学校、付属の中学校、付属じゃない公立のね、一般の公立の小学校っていう3回行って、最後公立の小学校5年生担当だったんです。5年1組だったかな。でそこの子たちに本当たくさんもらって、俺今でも持ってますよ。もう何年前、あれ19、20、20歳ぐらいか、だからもう17年前ぐらいですけど、今でも持ってますもんね。うん、それぐらい嬉しかった。そうだから、まあ、みんなにとって大事なものっていうのはそれぞれ違うし、俺がね手紙って言ってるけど、別に手紙じゃなきゃいけないとは思わないし、でもどんな、まあ繰り返しになるけどさ、どんな立場の関係であれ、どんな年齢の関係であれ、そんなのはあの上から下とかさ、下から上とかさ一方通行じゃなきゃいけないなんてことはないから、だから、うん、まあ、感謝の気持ちを持って生きてほしいっていうよりも、感謝したいなって、お礼伝えたいなと思った時に、それを行動するのって恥ずかしくねえんだよっていうのをすごく言いたい。なんかさ、思春期の頃って俺が持ってるだけかな、なんか素直になれない。まあ親とかさはなかなかね、こうやっぱり親子の関係って一番難しいから、なかなか伝えられないこともあると思うんだけど、でもそれが友人とかさ、先生とかさ、わかんない、近所のおっちゃんとかさ、わからんけど、なんかそういう相手に、うん、感謝の気持ちが出た時にはしっかり伝えておくといいと思う。でそれは感謝の気持ちというか、素直な気持ちを伝えられた時っていうのは、相手も当然喜ぶけど、やっぱり自分もすごく爽快な気持ちというか、一歩前に進めてる感じがすると思うんだよね。俺はそうやってすごく思っていて、だから自分のためにもなるんですよ、そういったのって。だからなんかそういうのを大事にしていってほしいなってすごく思ってる。で、みんながね、いつか親になった時に、そうだね、親だから親孝行してもらう側だけじゃなくてさ、育てる中でやっぱり正直いっぱいいっぱいなんのよ特に子供がちっちゃい時は本当、楽しいことだけじゃないし、大変なこといっぱいあるんだけど、でもだからこそ子供からもらってるもの、俺もさ、しょっちゅう怒っちゃうし、すぐカッとなっちゃうし、もう反省ばっかなんだけど日々子供に対して。でも、やっぱり子供への感謝の気持ちというかっていうのは、やっぱり忘れたことはないから、また根底にね、あいつらのことが好きってのもあるんだけど、やっぱりそこの部分は大事にしていきたいし、そういう風に思ってる親、だからうちの親はそんなこと思ってないと思うかもしれないけど、でも分かんないよ、そんな。やっぱり親御さんもさ、俺みたいにこうやって結構素直にバッパバッパ言える人もいればなかなかね、こう心にあるそういう思いを出せない人もいるからさ、なかなか相手に伝えにくいところもあるかもしれないけど、でもまあ意外とそういう風に、思ってる親御さんって多いのよ。10個社当てるときにさ、面接、俺2社面ばっかしてたから、あの3社面談やらなかった人間なんでね、お父さんお母さん親御さんと2社面談して、子供たちと2社面談してっていうタイプだったのよ。で親御さんと話すじゃん、2人きりで面談室とかで、出てくるぜ、結構かのなんか子供が好きっていう話、お母さんそれ素直に言ってくださいよとか言ってよく言ってた。やっぱさ、その送迎の時とか、あの送り迎えね時とかにさ、お母さんと子供が揃っちゃうとね、お母さんもうね言っちゃうのよ、もううちの子携帯ばっかりいじってみたいな分かりました、お母さんよく言ってますもんねとかって言いながらでも2人になると、あの子のために何をしてあげられるのか分からないんですよねって、特に一番上の子だったりするとね、そう初めて一番上の子だから、何をしてあげればあの子の支えになれるのか分からなくてみたいな、お母さんその気持ちをそのまま言っちゃえばいいんですよみたいな、多分思春期なんでふーんとかって冷たい態度取るかもしれないですけど、でもやっぱりそのあなたのことを思ってる、でも分かんないって悩んでる姿で一生懸命やろうと思ってるっていうのは、きっと部屋に帰ってから嬉しく思ってますよみたいなことをよく言ってましたね。まあまあまあ、ごめん、これはさ俺の妄想も入ってくからさ、みんながさそうじゃないっていうこともいるし、今なんか親御さんがみんなねそういうふうに思ってるみたいなの言ったけど、そうじゃないのも分かってる。塾講師の時にいろんな親御さん見てきたから、なんかもうっていう親御さんもやっぱいるし、なんでそんなこと言うのみたいなねそうだから、みんながみんなそうではないんだけど、でもそういう親御さんも多い、まあ少なくとも俺みたいなやつはいるから、そうで、まあみんなもそういう人になってほしいっつうか、なんか感謝の気持ちは素直に言える人になってくれたら嬉しいななんていうのは、はい、37歳おっちゃんハイジの願いでございました。はい、ということで本日もねここまでお付き合いいただきありがとうございました。またね、来週7月じゃん、
早いなあ。まあそれでもね、変わらずね、またダラダラと喋っていきますので、よかったらね、日曜の夜8時にまた聞きに来てくれたら嬉しいです。それでは今週1週間もね、お互い頑張っていきましょう。めちゃくちゃ暑くなるらしいよ。あ、特に群馬県最高気温もう39度とかしてたから、もう一週もやめて、あのみんなマジで熱中症気をつけてね。俺一回熱中症なってるんで、うん、本当にあ無理かもって思うから、だから気をつけて、うん、水分取ったりとか、しっかり寝てね、しっかり休息取りながらね、お互いいい習慣にしていきましょう。それじゃあまた来週ね、お待ちしております。それじゃあまたね、バイバイ。